大金山劇場。はい、ということでパーサーです。はい、アイデッチのみやびとみおです。鳥のもっちゃんです。さっきと一緒だな、はい、いやほら、とりあえず僕がスタートボタンを押してるから、スタートの時だけ僕いないんだけどね。そうです、はい、すごく小人数でやってます。さすがに3回目になるとだいぶ盛り上がってきますね。盛り上がってきましたね、お客さんがすごい、なんか気がついたらなんか、いっぱい こんな番組見ていただいてすみません。なんとなく帰りがけなのかなみたいな感じもします。いやここでもう豊金山のことをですね、ちょっとでも知っていただいたら。そうですね、豊金山ってどこにあるんでしたっけ。西伊豆の豊2726です。はい、具体的な住所も出ました。はい、はい、静岡県は伊豆市、伊豆半島 の地図を思い浮かべていただいてですね、左の方の真ん中辺ぐらいを想像していただくといいかと思います、ね、うまいな言い方が。いやいや、だってこれ初めて見る人に、だってもう「トイキンダンってどこよ」って言われちゃった時に、ちゃんと答え言っとかないとね。まあさ、テーブルから外れると枠に入りませんよ。枠に入ってないから、はい、さあ今日は、はい、トイキンダンって言ったら、とうとうやってまいりました、はい、お茶の順番が、はい、トイキンザンと言いましたら、鈴木商店の黄金抹茶で、黄金抹茶、トイキンザンとコラボした、はい、戦いゴールドクラッシュという楽曲を歌っているアイゼッチュー、はい、説明が大変ですけど、の物販にも、はい、一時期売ってました。最近売ってないの、そういえば、はい、人気がないのかな、仕入れが成り立ってないわ。こりゃパーサーやねえな、はい、はい、でちなみに、はい、この黄金抹茶どんな商品ですか。はい、こちらを見てください、はい、皆さん、お抹茶をですねサラサラに加工してあります。フリーズドライというところ でそこへ金粉をたっぷり入れて溶かすだけのお茶になっております。はい、映ってるかな、うまく、はい、金粉ちゃんと映ってるかな。そしてそれと一緒にですね、はい、この純金入りの柚子羊羹、柚子羊羹にも金粉が入っているんです。柚子羊羹にも金粉入ってるの。柚子羊羹ちょっと皆さん食べてみてください。もう食べちゃって、もう食べていいの。食べてください。食べられる、大丈夫、いただきます。はい、どうぞ。そしてそれを食べながら、おいしい、お茶を、おいしい、いただきます。あります、やっぱり羊羹とお茶ですよね。柚子の羊羹初めて食べた時めっちゃ美味しい。ありがとうございます。すごいお茶が濃くて美味しい。めちゃくちゃ美味しいところへさらに金粉が入ります。でこれがですね、鈴木商店に来ていただきますと両方とも試食試飲ができますのでね、はい、皆さん。ということは鈴木商店ってどこにあるんですか。あの土井金山の売店の一角にありますのでね、はい、これ入って、はい、入って左手の方行ったところにありますね。左手のところですね、はいはい、なので皆さんぜひ豊金山に来たらまた鈴木商店に寄ってください、はい、でちなみにもっちゃんはあんまりいません。それを言ってしまうもっちゃんがいるときにもし出会ったらものすごくアンラッキー。あなたは、あ、違う、違う、ラッキー、違う、違う、ラッキー、ラッキー、はい、これでも豊金山だから、はい、金箔の入ったお茶と羊羹、はい、はいはい、ちなみにお値段おいくらでしょう。いくら、え、あ、ね、まず純金のゆず羊羹は670円、670円、しかも金塊のケースに入ってます、はい、この番組を聞いて、聞いてきたよと言った方には特別で670円でお売りします。はい、はい、そして、はい、そして黄金抹茶、こちらがですね1080円です。黄金抹茶1080円です。1080円で金粉も飲めます。はい、ということでこの番組を見てきたよといった方には買う前に試食と試飲ができます。全員できます。はい、はい、どうでしたか今食べて。美味しく、柚子の羊羹は初めて食べたんですけど、うん、美味しかったです、はい、ありがとうございます。お茶はお茶ですか。すごい濃厚で、私初めてちゃんと飲んだの初めてだったんですけど、とても美味しかったです。ありがとうございます。はい、ぜひ土井金山に来たらですね、はい、鈴木商店の、入り口へ入って左の方、はい、そんなに探さなくてもすぐ分かりますが、はいはい、ぜひ土井金山に来たら鈴木商店の黄金抹茶と、はい、これ純、はい、純金、純金入りの柚子羊羹でございます。純金入り柚子羊羹、ぜひお試しになってください、はい、お土産に最適です。最適です。お土産実はね、もっとすごいお土産たくさんあるんだね、これからこの番組では。
パーさんもっとすごいとか言わないで、同じぐらいすごい。もうこれがナンバーワンです。いやでもそんなこと言ってさ、はい、ここでさ、だってまた次のさ、はい、あの金箔カステラとか持ってくると、もうこれが一番ですとか言っちゃうんだよ。だから先にやりたかったんだ。あ、そう、一番です。一番です。はい。とりあえず紹介したのも一番です。あ、そうでございましたね。はい。はい、ということで、土肥金山劇場では、土肥金山の情報をどんどんとね、ご紹介していきますので、ね、はい、また次回も見てください。ということで、今日はここまで。バイバーイ。バイバーイ。